もともとの,元々のこう予定しているテーマだとこう大牟田さんご自身がどのように困難を克服しって形なんですね。はい、今聞いていると実際本当はいろんな大変なことあるんでしょうけどあまりそれを苦難だと思わずにこう <laughs> 乗り越えてこられているのかなっていうこうまあ外から見るとなん何でもそういうふうに見えちゃうんですけど。<laughs> そうですね、まあ、なんかこう人生って面白くって。 何か壁にぶつかったり難しいことにぶつかったりした時にできない理由を探すすと必ず見つかりますよね目が見えないからできないとかお金がないからできないとかって見つかるけれどもその時にこう一歩踏みとどまってじゃあどうするかってことを探してみるとそれも見つかるのがなんか人生の面白いところなんですよね。私もその目が見えなないいいけどど弁護士ににるためにはううすればいいんだろうかって 思ったらですね、いろんな人が情報をくれたりとかあの人に会ったらいいよなんて教えてくれたりしましたし結局のところは、まあ、人生のこう結果を左右するのはですね、うん、できるって思うことなんじゃないかなと思うんですよね。できるはずって思うとそこから何か新たな地平が開けてくるようなところがある気がします。うん 本当に普段弁護士の業務やられてて、はい、それほど支障というか困ったことがないこれはですねあの多分できないこと不便だらけだだと思うんですよ。お<ー>だけど私はなんかねそれがわからないっていうか<ー>その妻は私のことを「ですね、うん、あなたは目が見えない障害ではなくてできないことが見えない障害なんだ」 って言うんですよねこう。だから無鉄砲なんだっていう文脈なんですけども <laughs> 目が見えないんだからその辺はちょっとわきまえなさいよみたいな感じで言うんですけど <laughs> なんかですね私の特性としてできないことが見えないというかうもうその辺は気にしないというかですねできることだけにこう集中できるっいうところがあるかもしれませんね。んそれは最初がそうだったわけじゃないですよねうーん、じゃないはずですよね。 本当にこうそうまあ一つのきっかけだったかなと思うのが司法試験受けてて、まあ、ずっと9の司法試験受けていたんですけど受からなくて4回目の受験で不合格になってしまった時にですねうもうさすが、ね、にこうどうしたらいいんだろうこれからもう受験続けていいのかどうしたらいいのかなって悩んだ時に。 まあ私の母がですね迷ったときには自分の心が温かいと感じる方を選びなさいって言ってくれたんですでこれすごいなんかガーンと衝撃を受けて何かこう人からどう思われるとかできるできないとかじゃなくて自分の心が何を求めているのかそれが結局答えなんじゃないかなって思ったんですよねでもう一回自分の心に問いかけてみて。 あの辛い受験勉強頑張れるかなそこまでして弁護士になりたい思いがあるかなと考えた時にやっぱりどうしても弁護士になりたいっていう思いがあってなんかまだ弁護士になるってことを考えると心が温かいなと思ったんですよねだから「うん、ま弁護士もう一回勉強するぞ」と机に向き直ることができたそんなところがあるんですけどもなんかこうこの言葉がですね多分今も生きていて。 何ができるできないとか損か得かとかじゃなくて自分の心が何を求めているのかそれに素直に生きられるようになったんじゃないかなって気がしますね結局なんかこう自分に向いてる道が見つかればそれに向けて頑張ることって比較的苦ではないというかうんそれが見つからなくて悩んでいる人が今まあ多いですね,ですね特にギャリコンとかそう、ねえー、そうですよね だから、うんまあ、いろんな人の話を聞いたり本を読むのも大事なんだけども最終的には、まあ、僕の言葉で言うと、まあ、母の言葉で言うとそのことを考えると自分の心が温かくなるなそんなことを見つけることが何かこうんですねやっぱ私は結局その誰かに悩みを話をしてもいいよっていう存在になりたいとか。 ある程度こう生活に困らない程度のお金が手元にあるといいなとか、うん、そういうありたいを今は幸いにしてなんか実現できているようなところがあるので、うん、まあ結果に振り返ってみると心の温かい方を選んできて間違いいいはないなっていう気がしますね、うん、そうですねそのいろんな人の悩みを聞くっていう意味では弁護士とキャリコンは。 本当に素晴らしいっていうか、いい組み合わせですよね。面白い通りですね。最近このコロナになって、なんか増えたなっていう事件あります。まあ、さっき離婚はそんなに増えてないんじゃないかい、ねねあ。意外と増えていない。うん、えっとですね。ご相談として増えてきたのは。こう、今。お勤めなんだけども。これから解雇されるんじゃないかとか。<ー>雇い止めにあってしまうんじゃないかって言うのが不安だと。うん、だから。ちょっとあらかじめ。 手続きとか、ね、あの対抗策を聞いておきたいっていうそういうご相談は結構増えましたね<ー>まだ幸いにしてこうクビになってしまったっていうところまでは行ってないんですけども<ー>どうやらなんかリストラが始まりそうなので<ー>それに向けてちょっとこう知識を聞いておきたいんだみたいなのがすごく増えてきました<ー>特に障害のある方からの<ー>、えー、視覚障害があると誰でもできる仕事っていうのは一番苦手なんですよ。 例えばまあお茶組みとか、うん、コピー取りとか、うん、ああいうのが一番苦手でこ自分にしかできないここだけっていうふうになった方が強みが発揮ででできるんすすねねそうですねだからそれこそこう文章をすごいすこぶる作れる人なら、えー、それこそなんか誰かに取材して原稿を作るとかがスペシャリストになれば、えーえー、何かある分野でしっかりと知識があれば。 確かにもう全盲だろうがないか関係ない番書あま、ねうん、しる通りですね。あとはきちっとこう管理職になってマネージメントをする立場になったらやっぱ資格証明者は強いと思うんですよね。それはもう部下とのコミュニケーションの時に声とかでこう、はい、その人のこう気持ちが推測できるとかって、ね、おっしゃる通りですね。そうです。<ー>でまあまあ変なし部下の側としても目の見えない課長部長がねこんなに頑張ってんだから自分ももっと頑張らなきゃなって思う。 側面もあると思うんですよね一番やりやすいのは社長でしょうね多分もう自分の頭脳と目と耳みたいなこう部下をですねちゃんと作っておいてお<ー> <laughs> で自分はある程度意思決定だけすればいいみたいなですねうんそういう状況になれば視覚障害者は強いような気がしますね。そうななののかかいけるのかな まあ、こう困難を乗り切る生き方とかって書いてあるんですけどだから、まあ <laughs> まあ、そもそも困難と思,思わなくていいっていうメッセージ、ね、そうなんですよ実は。えーうん、壁の乗り越え方って上から乗り越えるだけじゃなくって遠回りをするとか穴を掘るとかいろいろあるので、うん、それに気づくかというかむしろそういう越え方をしようと思えるか、うん、それが一つのこうき、まあ、ポイントじゃないかなって気がします。 そうやって考えると新型コロナも声、ええまあ、によってできることっていうのもあるわけですもんね。おっしゃる通りもいら本当にそうですね <laughs> こう今まさにこう求められているのが捉え直しだと思うんですよこれまでの価値観をどうやって捉え直してポジティブに変革していくのかそれがとても大切でその多分レックもそうでしょうし弁護士業も間違いなくそうなんですよね。う あの今回、はい、そのレックのキャリコン科の方にはですねその目の見えない私が勉強する上でものすごくこう手厚くサポートをしてもらったんですね。でこれから多分あのキャリコンに限らずさまざまな視覚の勉強をしたいっていう障害者って多いと思うしう、ね、う実はこう潜在的にすごくたくさんいるのにもかかわらず。 どこで勉強したらいいのかとか、自分がちゃんと勉強できるのかっていう不安があるために、こう勉強できてない方がいると思うんですよ。そうですね。で、ぜひレックとしては、そういう方たちにもチャンスを与えていただきたいなと思うんですけども。うん、このあたり、社長としてはどんなふうにお考えかを教えていただけませんか。ね、まあ、障害者基本法できた時ぐらいに、ええええ、あのー。 いろんなテレビ番組で字幕が入るようになって、はいはい、今 YouTube とかにも字幕も入るようになってるんですけど、えー、レックの授業でその、まあ、テキストは、まあ、逆にその耳が聞こえないって方を考えた時に、はい、そのテキストは読めますと、はい、ただテキスト読むだけでは分からない頃はまあ授業を聞きに行きますって言って聞きに来るっていうその授業の音声はなかなか今度は難しくなっちゃうと。えー、なんでまあ 今だと本当にこう人がやらないといけない部分あるんですけどあれが本当にこう AI なりある程度自動的に字幕が作れるようになったらあと字幕をまああのいらない人の方が実は多いんですけどまあ必要だっていう時につけれるようにっていうのは本当にそれこそ4年ぐらい前に考えたことはありますね。ただ正直なかななかか今現実化はしてない あとはその今回そのキャリコン科のスタッフがですね、本当にこう講座が始まる前に私のとこに来てくださって、はい、どんなサポートがあれば勉強しやすいのか、うん、そしてまあ逆にど,どこからが行き過ぎなのかとかっていうのもきちっとですね、うん、こうアセスメントをしてくれてで本当に惜しみなくこう力を貸してくれた。 というのがすごく私にとってはまあなおさらこれでレックが好きになったわけなんですけども <laughs> えあんなふうなですねこう困ったニーズを持った方への対応をあらゆるこうレックのです、ね、担当の方がしてくださったら、うん、レックはまあ障害があって資格を勉強するんだったらみんなレックだよねっていう感じになると思うんですよねなるほど本当に、えー、この機械だけででは対応できない部分を人がね。 どうやってこう手と心で補えるかというところだろうと思いますけども、うん、多分レックのこう脈々と流れてるスピリットにはそういったものがあるんじゃないかなと私は思ううんですそななのかレックはもともと司法試験の本当にこう10回とかずっと受けてる受験生を、えーえー、まあ まあ、実力があっても受からないみたいな試験だったりするので、はい、その人がこう本当に最後もう本当に、まあ、さっきの話じゃないですけど本当は受かるレベルなんだけど心が折れちゃうような人もいたり、えーでまあ、いろんなこう事情があって諦めようとしちゃったりとか、まあ、やっぱり本当にもう10回とかになってくると。 何でで落ちちてるかよく分かんなないいみたいになっちゃうのもあそれと最後元気づけたりっていうところから予備校としてはスタートしてるのでそういうレックの,その行動基準でも、ええ、その受験生の心の痛みを知ろうっていう、はいはい、そこにちゃんと寄り添うんだっていうことは入っていて、ええ、まあそれが恐らく今後はあのそういう障害を持った方の、はい、まあ痛みという ふうに捉えなくても、うん、その方が何を欲してるかっていうのを聞いていくてい、はい、で確かにさっきおっしゃったみたいにやりすぎしてしまうと多分こう、はい、レッグ側も辛くなっちゃう場合あると思うので、はい、まあそこの我々のスタッフでできる範囲がどこまでかっていうところをこう、はい、まあ何んですかねいい塩梅を見つけていくってことなんですかね。うんうんうん、そうなると思いいますねすねごいえ 今いわゆる障害を持っている方っていうのは今ですね、えー、と800万から900万人いるんですよね。ですから、まあ、うう12人に1人ぐらいは障害者っていう計算になりますね、日本のね。でも本当、そんなにめまあ確かにこう昔に比べると公共交通機関で、はい。はい その特にあの目が見えない方っていうのはすごい増えたなっていうイメージはありますね。まあそういう方が出やすくなったっていうことですよね。そうだと思いますね。それはありますよね。えー、そうか。八百万人とか九百万人なんだ、えー。そうなんですよね。だからまあ本人障害があるっていうことと家族とかに障害がいるっていうことを含めると、うん、日本の総人口の相当な二割とか三割っていうのが。 何らかの形で障害にご縁があるっていう人なんじゃないかと思いますね、うん。そうですね。まあそういう人たちが資格試験をどんどん目指す時代になるんでしょうね。そうなっていくと思いますね。今今の話本聞くと、えー、逆にそういう概念をコントロールするような仕事の方が向いている方もいるんですもんね。<laughs> 多くのまあ会社経営者とかって障害があると何にもできないんじゃないかなってまだ思ってる方もいるんですよね。うん、でそういった 障害者が資格を取っている例えばキャリコンだったらキャリコン弁護士だったら弁護士っていう資格を持ってるってことはあれこれ視覚障害だけど何かできるんじゃないかなって思ってもらいやすいきっかけにはなると思うんですね、うん、その意味でも資格を勉強する機会っってていいうのははことととさらこう障害者にとっては大切だなと思いま,す、うん、まあね自分の持ってる能力を客観的に証明するってよく言われますけど、ええ、そのどっちかというと。 本当は能力あるのに、ええ、なかなかそこを証明しづらいわけですもんね。その通りなんですよね。そういう意味では確かに資格っていいですよね。ええ、あ本当にそう思います。うんまあその意味では確かにまあ弁護士よりは多分キャリコンの方が取りやすいです。じゃあのじゃ最後に、はいえー、じゃあ,あれですねどっちかというとやっぱりこうキャリコンを あの今から目指すとか、えー、取ったとか、えー、その方向けに最後じゃあ,あのメッセージを、えー、よろしくお願いします。キャリコンを目指す方あるいはキャリコンを取った方ですね。はい、うんそうですね。まあ実はキャリコンっていう資格はなんか何でもできるけどまあ下手すると裏を返すとですね何にもならないようなところもある気がするんですよね。でそこにどうやって自分なりの色をつけて自分なりの価値を与えていくか。 というのが多分大切になってくるでそれにはそれこれまで自分が生きてきた人生全てだとか自分が得意なこと関心があることだとかそれをちゃんと理解をしておいてでそんな自分がキャリコンを持ったらこんなふうなことができますよって言ってかないとまあみんなもちょっとこう使いにくいというか何を相談したらいいのかどんな 仕事ができるのかというのがわかんないわけですねですから自分をちゃんと理解するそして自分の強みをキャリコンに色付けしていくということがすごく大切でもまあちょっとこれは逆説的ではあるけれどもどんな自分であっても強みに変えることができるのもキャリコンなんですよねそれだけキャリコンで間口が広いのでどんな色でもつけられるどんなキャリコンにもなれると いうところが魅力かもしれないです。ですから、まあ、これまでの自分に新たな価値を与える。で、今の自分をより輝かせる。資格としてキャリコンはとても適切なのではないかと私は思っています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの本当に、こう、長い時間。<laughs> なかなかこう本当に初対面なんで、<laughs> はい、あの距離感っていうか、<っ>あのまあ声だけで判断していただいてあれなんですけども、本当にあの貴重なお話というか本当に私自身もあのもっと頑張らなきゃなって思わせられるようなお話で、えー、<laughs> あのもっと前向きにいきなきゃなと、あと本当に子どもたちにもちょっといろいろメッセージを伝えようかなと思いました。<laughs> 本当にありがとうございました今日は。こちらこそありがとうございます。